カレアから山頂で撮影された王道光王道光とは、天球上の王道に沿って、太陽を中心に帯状に見える淡い光の帯である。また、王道上で太陽のちょうど反対の位置付近にも少し明るい部分が存在する。これを第日章という、王道光の光は太陽光と同じ連続スペクトルを示す。よってその正体は、隕石、火球と同様の物質。 すなわち太陽系内部の地球軌道付近に存在する種としてセンチメートルからマイクロメートルオーダーの惑星間ゴミである。この非常に多数のゴミが太陽光を散乱し、王道光として観測される。王道光を作り出している王道面内のゴミは比較的大きいため太陽の副射圧によって地球軌道のはるか外側に追いやられることはない。王道光が 王道に沿っているのは、これらのゴミがアポロ群、アモール群といった地球近傍小惑星の破片や短周期彗星の大きな固形物に由来するためと考えられる。ただし、これらの破片や固形物は太陽光エネルギーの吸収産卵に基づく重力以外の小さな力によってその高転軌道が次第に小さくなり、おおむね1億年以内に太陽に落下するため、 太陽系ができた当時から同じゴミの粒子によって構成されているわけではない。逆に言うと、王道光の存在は、水星や小惑星などの太陽系商店体から、その成分が常に供給され続けていることを証明している。事実、太陽表面から少し離れたところに、かつてより外側の軌道にあったゴミが、太陽熱に炙られて蒸発しながら、 複射圧で吹き飛ばされて形成されたと考えられる。太陽の管のような天体も発見されている。よって、王道光の正確な年齢を推定する研究は、現在でも興味深いテーマの一つと言える。王道光は天の川より淡いため、夜間の非常に暗いところでしか見えない。明るさの分布は太陽に近い部分が、より明るい。 そのため美が暮れた後の西の地平線から天頂に向かって大きく細長い釣り金状の光の帯として肉眼で見る機会がある。または明け方まだ白明が始まらない頃、東の地平線から同じく天頂に向かって同様の光の帯として見る機会もある。天頂の方が空の透明度が良く、王道の下支点近くが北半球では高い空に見えるため、 王道校には特に見やすいシーズンがある。天候の安定した日本の太平洋側では、夕方の王道校は1月から3月の厳冬期に見やすい。明け方の王道校は澄んだ空となる秋の9月から11月に見やすい。空の条件が極めて良い日本国外の未開拓地では、王道に沿った王道校の一周全体を見ることができる。王道校の太陽に近い部分は、 太陽の光が眩しすぎて直接目では観測できないがコロナグラフ等で観測すると王道光が太陽の外部コロナとつながっていることがわかる王道光は空の条件が良ければ基本的に肉眼で十分見える自然現象であるしかし東京などの大都市及びその近郊では公害のために見ることはできない村山貞夫によると 太平洋戦争直後は米軍による空襲を受けた、焼け野原の東京都心で、台東区上野公園内にある、国立科学博物館屋上から王道校は、明確に見えたという。少なくとも1970年代には、同じ場所から王道校は見えなくなっている。ありがとうございます。